本日は野口さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。それでは最初はですね、野口さんの自己紹介からお願いいたします、はい、私現在75歳なんですけれども、大学を卒業して現役の40年間主に小児科医として病院で勤務していました。後々感染症科という特殊な科で部長をやっておりまして、今は定年退職してその病院の非常勤嘱託医として検査部長という仕事をさせていただいているそうです、ね。はい、お医者さんですもんね。すごいですね。なんか経歴聞くだけでびっくりします逆にこんなところに来ていただいてありがとうございますって感じですけどでは、エイルに来る前に悩んでいたこととかございますでしょうか。そうですね、大学生の時に、運動やってて、椎間板ヘルニアになりまして、それ以後、腰痛で苦しんでいたんですけれども、特にちょっと年取ってきてからここ十数年前から2回ほど、ヘルニアの増悪で、入院治療というような経験しまして、腰痛がなかなか取れないと、痛み止めを処方されて飲んでるぐらいと、あと、一時期からもう20年弱になりますかね、少し脊椎が側弯して曲がってるんじゃないかというのが、気づいて、恐らくヘルニアのためだろうと思って、しょうがないなという感じで、結局だんだんと杖をつかないと歩きづらいというような状態になってしていたというのが現状でしたね。はい、はい、なるほどですね。ちなみにここを知っていただいたきっかけとかって何ですか。それはですね、医者の病気の先輩にあたる先生が、こちらに通われてるっていうことを耳にして、いわゆる整形外科とか病院のリハっていうのも多少は絡んだことはあったんですけれども、基本的に腰痛が改善されることはなかったので、一応そういう意味でいわゆるスポーツ医学的な面から、理学療法士でスポーツを専門にされている方がいらっしゃるということなので、その方の紹介というか、入らせていただきました。はい、ありがとうございます。で、こちらに来ていただいたと思うんですけど、まずちょっと聞きたいのが、うちとですね、エイルと病院に勤められていると思うので、これ病院との違いって何かありますか。うちの病院はいわゆる急性期病院ですので、同じようにリハビリが必要な方いらっしゃるんですが、あくでも急性期が落ち着いていわゆるリハビリを始めたぐらいの方がほとんどで、その多くの方は次のいわゆるリハビリ病院というところに転院されていくことになって、うちの病院で長くリハビリをされている方というのは、ほとんどいらっしゃらない状態だと思うんですね。で、やっぱり病院だと個々の状況に即した対応っていうのが非常に難しいかなと、スケジュールにのっとったリハビリが組まれているっていう形が多いかなと、専門のリハビリ施設となるとまたもうちょっと3ヶ月4ヶ月と入所されることになるので、もう少し個々に合わせた対応ができるのかと思うんですけど、ちょっと病院では、そこは無理なのかなっていう感じはしますね。なるほど。こちらだとやっぱり1対1でトレーニングなり体の状況を見てもらえるので、実はこうヘルニアが原因でこの状態になっているとは思ってても、でもやっぱりなんか違うのかなという体のバランスとかそういうものかなと思ってこちらにお世話になるようになったんですけど、一番はそのやっぱり側弯とか腰痛の原因が、インナーマッスルが硬くなって、その緊張の左右差から側弯が起こってたりとか、そういうことを見つけていただいて、インナーマッスルのストレッチが非常に大事だと、それから姿勢を戻していくんだということを、初めて教えてもらって、そこから、インナーマッスルのストレッチを、始めて、徐々にこの腰痛が治まって、結局ずっと病院の外杖で歩いてたのは、今ほとんど杖いらない状態になって、去年の秋ちょっと夫婦で奈良の旅行にも行ったんですけど、1日14,000歩、奈良のお寺の中を、坂道から回ったんですけど、杖なしで歩ききれたので、すごく喜んでいます良かったです。
まあ、こういろいろ経験していただいた、まあ、施術なり、運動なりいろいろちょっとやってもらったと思うんですけど、その中でやっぱりなんかこう、まあ、病院との違いであったりだとか、ここの良さっていうのは何かありますか？うん、そうですね、まあ、僕はまあ今1対1で先生に見てもらっているので、他の方とのあれは分からないですけれども、やっぱり、まあ、対症療法的に、うん、症状を抑えるため の、 取り組み、いわゆるリハビリテーションというんじゃなくて、なんか根本的なトラブルの原因を見つけ出して、そこから、まあ、治していこうというような、うん、まあ、ことがやっていただけているのかなというふうに感じてますね。うんうん、だからいわゆる対症療法ではなくて根本治療みたいな形の取り組みがされているので、うん、まあ、まあ、良くなっているし、まあ、まあ、通えてるというか、はい、続けて通えてるっていうところかなと思いますね。 はい、ありがとうございます。じゃあ最後になんですけど、同じ腰痛の悩みとか、うん、まあ、側弯症とか、あとはその機能的なところですね、歩行が杖じゃないとできないとか、うん、そういう方は結構多くいらっしゃると思うんですけど、そういう方に、まあ、経験からエールで来たらこういうとこはいいよみたいな、最後にメッセージをお願いしたいんですけど。そうですね、やっぱり自分の体を動かすにしても、その、まあ、上手な動かし方っていうか、うんうん、バランスの取れた動かし方が意外とできていなくて、うん、まあ、癖がついてるなと、うん、悪い癖がついちゃってるなっていうのが、うん、いろいろ分かってきて、で、まあ、結局それで無理な筋力使ったり姿勢使ったりで、うん、かえってまたバランス崩しているようなところもあるので、うん、そういう意味ではその腰痛の根本原因が何であるのか、それを良くするためにはどこ の、 まあ、筋肉をやらかしたり鍛えたりした、うん、まあ、どういうバランスでどういう姿勢を取ったらいいのかっていうようなこととかの、まあ、いわゆる人間の生理的なというか、もともと正しくあるべき、うん、姿勢なり位置にこうなんか戻してもらえてるというか、うん、そういうところに気づかせてもらえてるっていうところが、うん、まあ、ちょっと病院のリハビリテーション施設とは違うような気がしますので、うん、まあ、原因が分からず腰痛で悩んでる方とか、うん、まあ、歩けないとかいう方も、うん、まあ、ちょっと体の鍛え方なり、うん、バランスを変えることで、まあ、もうちょっと楽に歩けたりとか痛みが取れたりというふうに、うん、まあ、できる可能性があるんじゃないかと思うので、まあ、ぜひそれのところでは一度自分の体を見直すという意味で、うん、見てもらうのもいいのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。すごいめちゃくちゃいいコメントで、ありがとうありがとうございます。それでは今日は野口さんに来ていただきました。ありがとうございました。今回もお世話になります。お願いします。